福岡市の中心部で車が歩道に乗り上げ、信号機の支柱に衝突する事故がありました。運転していた男性が意識不明の重体です。見通しのいいこちらの直線の道路で、あちらの軽自動車は歩道に乗り上げ、電柱に衝突したということです。警察によりますと、午前8時ごろ、博多区の住吉通りで軽乗用車が歩道に乗り上げ、信号機の支柱に衝突しました。車を運転していた38歳の男性が意識不明の重体です。また、信号待ちをしていた女子中学生が転倒し、手の指をすりむく怪我をしました。朝の混雑する時間帯におよそ2時間信号機が停止し、渋滞も発生しました。